松平康秀は、江戸時代後期の旗本、大名。江戸幕府外国奉行、神奈川奉行、大目付、環状奉行、南町奉行を歴任した後に、本家の大名家を相続、創者版剣自者奉行、老中となった。道の国国田倉藩の第四代藩主、武蔵国川越藩主、松井松平家十二代。川越においては、城下宮下町に、 反抗朝全館を開いた人物として知られる。旗本時代は、松平安直で、本家相続後に安秀と改名し、明治維新後に、松井安秀と改名した。旗本五千国で、寄り合いの松平軍次郎交際の長男として、江戸小引町にて誕生。校歌4年12月10日、父の隠居により、家督を相続する。当時は意味直や直と名乗った。 家営4年9月から翌5年9月まで、寸婦カバンを務め、安政2年7月19日、家事、場見回り役へ、移動、安政5年11月29日には、より合いも入り、同年12月8日に、公署、所、取、安政6年12月15日、外国奉行となり、同時に、15位した、岩見守る二助人。翌日には、神奈川奉行兼人となった。 翌万円元年9月15日に外国奉行を罷免され、神奈川奉行専人となる。しかし、文久元年4月12日には再び外国奉行兼任となり、同年8月21日には、江戸、大阪、兵庫、新潟の開始の延期とロシアとの千島、カラフト国境を確定交渉のために、欧州へ行くことを命じられ、十二月十二日に交渉施設として、 欧州各国へ向けて出発し、翌文久2年12月11日帰国した。帰国直後の28日に外国武行専人となり、翌日には300国を活用された。文久3年7月20日、田島国伊豆市藩主、戦国家のお家騒動に連座して、懲罰的に道の区国石川郡内に移されていた、事業所5000国のうち2500国を、 はり国際用軍の給料の一部と、開示され、事業所として、道の国内2500国及び、はり国内2500国を持つこととなる。同年8月14日に環状奉行に任命され、翌現氏元年6月24日には、大目付け、その5日後の29日には、江戸南町奉行となる。現時元年11月20日、本家の道のく田藩主、松平康が、 このないまま亡くなったため、田倉藩主を継いだ。藩主就任後の源氏2年1月11日、巣を守るに任官し、同月に忌名名お安秀と改名した。同月20日には、創者版検事者奉行に任命され、3月8日に、下屋国宇都宮藩へ転保を命じられる。この後、慶応元年4月12日に、老中、同月25日に、外国事務取扱いを命じられ。 同月28日に14日下に除された。10月15日に、宇都宮への転報が中止となって2万国を、加増されたが、翌日老中を辞職した。しかし1ヶ月後の11月20日に、再び老中に再任され、以前通り外国事務取り扱いとなった。12月15日、自重に任官される。翌慶応2年4月12日、 海軍事務取扱い権利を命じられ、6月19日に、道のく白川藩へ転保を命じられたが、前白川藩主、安倍忠士政の都合で、国が得が手間取ったため、そのまま10月27日に、武蔵川越藩へ転保された。慶応3年5月12日に、海警総裁権利となり、外国、海軍事務取扱いは免除された。慶応4年2月5日、 老中を罷免された。同年4月14日、明治政府より謹慎を命じられ、1ヶ月後の5月13日に謹慎を解かれた。翌明治2年4月10日、家督を養子の子をはじめに譲り隠居した。その後、明治20年12月28日に正四位、同26年6月16日に、13位、同37年に、12位に上される。 同年7月5日に75歳で死去した。最初の妻は、爆心三千国勘定奉行、松平日中主、交渉の娘。5歳は、爆心五千国西丸五小番頭、鍋島井を守る直政の娘直子。川越市産金政編583ページには、安秀は、松池文治松石名の森安公の子として、天保元年に生まれ、同じく文治で、 はたもとご先国、より愛石、松井軍次郎交際の着手となりと記述されており、この記述は諸書にも継承されている。理由はおそらく、同じ、川越市資料編、近世一の727ページ掲載の安秀の、履歴書、文治松井品の森康工房養父、松井軍次郎交際着手の記述を、ジップは、文治松井品の森康公、養父は、 松井軍次郎交際というように分けて解釈したからで、あろう。しかし、これは完全な誤読である。なぜなら、安秀の用紙、甲はじめの履歴書が隣に掲載されているが、それと比較をすれば、一目瞭然で、甲はじめの履歴書には、戸田丹波守三つのり隠居有効、蔡三信六夫とある。冒頭の、戸田丹波守三つとは、 こうはじめの履歴書を作成した、明治元年当時の実家の当主で、こうはじめは、三森の先代である三信の六夫と解釈しなくてはならない。これと同じ方法で安秀の履歴書を解釈すると、松井品の森安孝はこの履歴書が作成された、明治元年当時の安秀の実家の当主を指し、安秀の実父ではないことになる。だから、実ッは、松平交際が正しい。 ちなみに、孔磯の実句は、爆心三千国、安倍唐と海森正造で、孔磯の兄には、道のくしらかは藩主安倍政定や後に老中となった安倍正人などがいる。参考までに、原文の解釈を掲載しておく。松井康秀に関するカテゴリー、ありがとうございます。